阿部の夫婦は大阪府大阪市阿倍野区の近鉄大阪阿部野橋駅南側にあるファッションビル近鉄百貨店の商業開発本部が運営している。現在、夫婦が所在する場所には、もともと近鉄百貨店阿部野店の別館があった。近鉄百貨店はこの地に従来の阿部の本店では囲み切れていない。 世代層を安倍の地区に誘導するため、新別館を建設することを計画、2000年9月1日に開業した。なお、当ビルの設置者は近畿日本鉄道、運営者は近鉄百貨店である。館内には、元来、安倍の天王寺地区には少なかったブランド品を扱うセレクトショップが多く、また関西発進出のショップも多い。 バブル経済破綻後、再開発事業が頓挫し、衰退しつつあった安倍の地区を活性化させる契機となった。第22回大阪都市景観建築賞建築士会長賞を受賞。2007年、近鉄百貨店安倍の天本館を含む安倍の橋、ターミナルビルの建て替えを発表。工事は順調に進み、2014年3月7日、 アベノハルカスが開業した。近鉄百貨店アベノ店は、アベノハルカス近鉄本店と解消した。建て替えは休館のみであったが、改築期間中に、百貨店の売り場が半減にするため、2008年9月、隣接して、アベノが開業すると、ロフトや無印良品等の有力テナントをに移転させ、近鉄百貨店に入居していた HMV や、近鉄ブックセンター、 百貨店内のアパレルショップや専門店街、ラッセレナの一部店舗をフープに移転、近鉄百貨店の売り場を保管することになった。2012年から2年間、フープも大改装を行い、西日本発出店のセレクトショップやスポーツ用品の大型専門店、行列ができる人気のカフェ等、ファッションからグルメまで新規店舗が多数出店した。全56区画中。 新規出店が34店、改装店舗が8店となり、全館の7割以上をリニューアルした。同時に、アベノハルカス近鉄本店2階と連絡通路で、つながり、南隣のアベノアンドともに回遊性が高まった。アベノハルカス改装期間中に、フープに移転して営業していたアパレルショップや、ラセレナの店舗の一部は、アベノハルカス近鉄本店内の、サラハに、 再度移転し、営業を続けている。近鉄百貨店は、安倍のハルカス近鉄本店を、物事人が出会う、街のような場、フープを、新、大人のための自分スタイル編集館安都市生活素材館と位置づけ、安倍のハルカス近鉄本店を主軸に、二つの、専門店ビルとの、3関連携体制を強化していく。ありがとうございます。